一方、四国中央市で期待されるのが里芋。 JA 馬館内ではおよそ310軒の農家が75ヘクタールの畑で里芋、伊予美人を栽培しています。このうち四国中央市土井町の尾藤明貞さんの畑でも、まあ平年作でないからか、伊予美人は白く粘り気がありとろけるような食感が特徴です。精進料理の方が一番好きなんと、田楽が私は好きなのね。口の中でゆわりっとこうとろけるような感じで食べてもらったらいいと思います。家庭でも今有志に芋炊き会場にいてお芋食べてもらってもいいしね、家で芋炊きをしておいしく食べてもらったらと思います。さて、収穫された里芋は選果場へ。大きさや品質ごとに選別されます。今年の出来はというと、夏場の台風や猛暑の影響があったものの、水などの栽培管理を徹底したことで順調に生育したということです。農家さんの栽培管理の徹底によりまして、今年もいい里芋が出来上がってます。 JA 馬館内の伊予美人の出荷量は去年より100トン多い2000トンを見込んでいます。県内や関西方面だけでなく、関東方面への出荷も増えているということで、販路の拡大にも期待が膨らみます。里芋の持っている柔らかさ、そしてもっちり感、味わってもらいたいんで、芋炊きとかおでんとか、そういったもので楽しんでいただければなと思います。もう絶対の自信を持って、送り出してますんで、おすすめです。